皆さん、おはようございます。ラーマークは金田です。大相撲名古屋場所開催中ですが、実はその名古屋場所が今年最後の開催です。なぜ最後かって移転です。はい。昭和40年、開催されたのは、愛知県の体育館です。はい。ドルフィンアリーナです。昭和39年に愛知県体育館が完成したそうです。当時は、初の名古屋場所開催したのは1958年、昭和33年で、当時名古屋市で、金山体育館です。金山という場所ですね。はい。名古屋城すぐ隣ですね。そのドルフィンアリーナ。そして高見山が外国人初の優勝。そして千代の富士、北勝海、横綱同士初めてとなる同部屋での優勝決定戦。優勝は千代の富士。1993年、平成5年、あけぼーの貴乃花、若乃花、花田勝さん、花田浩二さんですよね。同期生3人による巴戦は、あけぼーのです。2018年、ネーミングライツ、ドルフィンアリーナです。2020年はコロナの影響で取りやめて東京業務国技館。2021年、その白鵬が千秋楽結びの一番で現役最後の一番、全勝優勝を果たしたそうでございます。そして照ノ富士はまだ名古屋場所で優勝経験全くございません。ここまで7連勝ですが、確かに NHK のラジオ中継の放送席はなんと末席だそうですね。びっくりしましたね。はい。力士の台頭期待してほしいですね。移転前最後の名古屋場所優勝は誰でしょうか？コメントお願いします。あとチャンネル登録忘れずにお願いします。来年は、名古屋国際、愛知国際アリーナ、IG アリーナへ移転。どうぞこれからも応援よろしくお願いします。以上です。バイバイ。